悶絶で痛い三つの部、人を痛め続けて25年、本気で痛い覚悟決めた人は概要欄、悶絶で痛い楽しんで。ストレッチのね、やり方を言っときます。これでここの筋肉を伸ばしてあげると膝によく効いてくれます。なので自分でこうやって押さえるか、あとはこの辺を伸ばすストレッチを調べてみてください。あとお尻の筋肉の大臀筋って、ここが硬くなると膝が痛くなることが多いので、自分でするならこういうストレッチとか、あとここをこうやって伸ばしていく、ここの筋肉ですね、こういう風な、ここでしっかり伸ばしていってあげると膝がマシになってくれます。で、弁慶の泣きどころの筋、ここの筋に尻尾を縦に2枚貼ってあげると結構効果的です。以上、参考にしてみてください。